はい、ルルカです。今回は iPhone がお得に購入できる楽天モバイル、最後になるかもしれない、お得な楽天スーパーセールが開催されているので、紹介していこうと思います。まず大前提として、iPhone はキャリアで買うと、公式の Apple Store で購入するよりも高いです。店売屋が購入した商品を低解除で売ると、すごく騒ぐ人が多いのに、キャリアが Apple 公式ストアよりも高い値段で販売しても、世間はね、なぜか騒がないんですよね。キャリアが多くのテレビスポンサーなどをやっている関係で取り上げられないらしいですが、そんなわけで基本 iPhone は Apple 公式ショップで購入するのが大なわけなんですが。 定価超え販売を続けるキャリアの中で唯一アップルスターと同じいやキャンペーン込みだとアップルスターよりもお得に購入できるのが楽天モバイルなんですアンチいっぱい楽天モバイルですが良いところはあまり拡散されないので知らない人も多いと思うんですけど iPhone 販売も楽天モバイルは頑張っていますしかも総務省からのお出しなどもあり回線契約なしでも圧倒的に安く購入することができますもちろんね回線契約があるならさらにお得に購入することができます今回は楽天スーパーセールの関係で他ではなかなかやらない回線契約なしでも iPhone が最大30%オフそして そして、楽天モバイルの回線契約ありなら1万6000円引き、プラス楽天スーパーセールの買い回りポイント、さらにね、通常の SPU って言われてる楽天ポイントまでもらえちゃうってう、そしてなぜ今回がお得に購入できる最後のチャンスかというと、こちらを見てほしいんですけど、こちら、ちょっと小さいんですけど、2023年3月15日8時59分で楽天モバイル公式楽天市場店、対象アップル製品と楽天回線セットでご購入で1万6000オフクーポン、キャンペーンは終了し、2023年3月15日9時より楽天回線セットご注文で6000オフクーポン、 新規キャンンペーン終了日未定とととしして実施いいたしますということで、まあ、3月15日で楽天モバル公式楽天市場店の対象アップル製品と楽天回線セットでの割引1万6000オフっていうのがなんとね大幅に下がってしまって6000オフになってしまいますそのため楽天スーパーセールも絡めた回線セットで大幅割引で iPhone が購入できる最後のチャンスかもしれないっていことで今回ね紹介させてもらおうと思うんですけれど実際にね iPhone どの程度得に購入できるのか見ていこうかなと思うんですが今回一番割引率が高い iPhone は iPhone12 でこちら30%オフになって います期間限定の割引になっているんで3月11日土曜日の1時59分まで楽天のねスーパーセール開催中のみ割引になってますのでここ注意が必要なんですけどとりあえず30%オフで iPhone を購入することができますでさらに楽天モバイルを申し込みでっていうことで楽天回線のセットで購入するとさらに1万6000オフクーポンというものを利用することができますしかもこれを購入する際に関してはこの楽天モバイル楽天市場店に関しては楽天市場の中にあるねショップということでちゃんと楽天のね SPU だったりとか現在スーパーセール開催されていますので買い 周りのポイントっていうのをもらうことができます。なんでまあ最低でもね。数千円分のポイントがプラスアルファでもらうことができるって形になっているんで、めちゃくちゃね。お得に iphone を購入することができるチャンスになっています。まあ、た、だしなんですけど、お得すぎるということでね。当然なんですけど、全容量全て売り切れになっています。それじゃ意味ないだろうと思われる方もいると思いますね。売り切れだったら買えないんでね。まあ、なんですけど、楽天モバイル楽天市場店が iphone が激安で購入できるのは当然ね。転売屋も知っている事実になっています。そのね、転売屋さんに関してはダメ元で注文したりしています。一部の人はね。買える場合もあるみたいなんですけれど。 まあ楽天も最近ちょっっととと厳しししくなてて過去にに何回かか購入るる人とかに関してはキャンセル処理されることが多いいみたいですその分と、プラス、随時ね、入荷してる分があると思うんだけど、その分に関しては、定期的に楽天モバイル楽天一場店の在庫に入荷するんですよね。なんで、こちらに関して定期的にチェックすることによって、買えたりするって形になっています。なんで、今売り切れてるから、このね、楽天スーパーセール中、もう買えないと思ってる方に関しては、買うチャンスありますんで、ぜひね、定期的にチェックしていただきたいんですけれど、はい、その次が iPhone SE 第3世代になってます。ホームボタンがね、好きな方だったら、これ一択になると思うんですけど、 こちら20%オフになっています。まあ、こちらに関しては iPhone 中に全てのね容量売り切れだったんですけど、なんとか 64GB モデルに関しては在庫がある形になっています。やっぱね、普通に使う人だと128以降からね、持ちたいと思う方が多いと思うんで、まあ、64ちょっと人気ないのかなと思うんですけど、まあ、実際まだね、うちの実家、まあ、うちの両親ですね、両親とかに関しては64で十分だったりします。まあ、それこそうちの、ね、両親が使っているのってつむつむだったりとか、まあ、ちょっとしたアプリを数個入れていて、あとはちょっとね、たまに写真を撮ったりとか、あと LINE 使ったりとかね、まあ、それぐらいしか利用していない方だったら、6 4ギ b でもね、十分ね大丈夫だったりとかするんで、まあ まあそう考えると、楽天回線セットでね、34,240円。まあ、プラスアルファ、楽天ポイントももらえるってなってくると、まあ結構ね、お得に購入することができるんじゃないかなと思います。128GB 以上ね、狙ってる方に関しては、先ほどね、iPhone 12と同じように、在庫が追加されるのをチェックしておくといいんじゃないかなと思います。はい、そして iPhone 13シリーズも20%オフになっています。現在の在庫なんですけど、iPhone 13ミニに関しては、こちらね、512GB モデルのみ在庫があります。まあなんですけど、残念ながら 512GB のものに関しては20、20%オフ対象になっていませんので、まああえてね、今購入する意味はないんじゃないかなと 思いますはい、その次 iPhone13 ですね。こちらに関しては 128GB。まあ、こちらだけ在庫はなくて、256と512に関しては在庫がある形になっています。128あればね、十分と思う方が多いみたいで、まあ、ここだけ今在庫がないわけなんですけれど、まあ、こちらに関してもね、多分在庫追加とかされるんじゃないかなと思うんで、128GB 欲しい方に関してはチェックしとくといいんじゃないかなと思います。その次は、ね、iPhone13Pro になります。こちらに関しては現時点で全ての容量が在庫なしの状態になっています。なんで買えないんですけれど、どうなんでしょうかね。なんかもともと Pro シリーズとかに関しては在庫、なかなか入って もないみたいなんで、まあ、そもそもなかったのかもしれないで何とも言えないんですけれど、まあ、こちらに関してもね。どうしても欲しい方に関してはチェックしておくと、もしかしたら入ってくるかもしれません。そして、iphone 13の最後 Pro Max なんだけど、こちらに関しては 1tb のみね在庫の方がある形になっています。元々がね。234800万円で高いだけあって20%オフだとね。ま脅、あ、威のどんくらいだ。5万円以上割引になったりとかするので、ま Pro max をね一番でかいよう欲しいなと思っていた方に関しては特にね。まあ、かなりお得に購入することができるんじゃないかなと思います。まあ、とりあえずね。1tb だけ在庫のが残っていました。そしてこっからは最新。 iPhone 14になってくるんですけど、iPhone 14、こちらに関しては全ての在庫が残ってる形になってます。そしてその次、iPhone 14 Plus なんですけど、こちらに関しては 512GB のモデルだけ在庫はなくて、あとのね、128、GB、と256、GB、に関しては在庫がある形になっています。もともとね、512が在庫がもしかしたら少なかったのかもしれないですね。そしてこちら、iPhone 14 Pro。あとね、まあ Pro Max があるんですけど、こちらに関しては残念ながら両方も在庫の方がありません。iPhone 14のね、Pro と Pro Max に関しては、転売がね、めちゃくちゃ厚いらしいんですよね。それこそ他社に関しては Apple 公式よりも高く売っていたりとかする ですけどそれでもこの14のねプロとプロマックスに関しては在庫切れを起こしているとこもね結構あったりとかしたみたいなんで、まあ、ここに関しては、まあ、在庫入荷しているのかもしれないんですけれど、まあ、かなり熱い戦いが行われているのでここに関してで狙っていくのは厳しいかもしれません、まあ、それでもね欲しいという方に関しては多分ね一応入荷とかはしていると思いますんで、まあ、定期的にチェックしていくのもありなんじゃないかなと思いますそんなわけで通常価格プラス最大30%割引プラス楽天ボアイの回線契約、まあ、これね初めてじゃなくても大丈夫です けど割引き、まあ、プラス通常の楽天ポイントプラスね現在楽天スーパーセールが開催されていますんでそれの買い回りポイントがもらえる状態、まあ、かなりお得なタイミングになっているんで iPhone を購入したいなと思っていた人もそうでない人も、まあ、購入してみてはいかがでしょうかっていうぐらいのキャンペーンになっていますちなみに転売への不正対策として iPhone に関しては本人が自宅で受け取る必要があります家族に代わりに受け取ってもらうなどができないのでこの点はかなり不便じゃないかなと思いますこんな感じで表記のがされています本人が、ね、受け取る必要がありますし、まあ、顔つきの本人確認処理が必要になってきますそしてね、まあ ついでになって申し訳ないんですが、Android も一部商品が割引販売されています。これね、オップリノー A7 かなになっているんですけど、こちらに関しては36%オフ、まあ。プラスね、回線客で1万6000円引き、まあ。プラスね、先ほども言った通り、通常ポイントと買い回るポイントをもらうことができますんで、まあ、iPhone じゃなくてね、Android が欲しいなと思っている方、まあ、選択肢はね、非常に少なくなっているんですけど、まあ、一応ね、お得に購入することができますんで、Android が使いたい人に関してはこちらを利用するといいんじゃないかなと思います。しかもなんですけど、楽天スーパーセール中にね、エントリーして楽天モバイル契約すると、まあ、これなんですけれど、まあ、さらに、ね ポイント9倍のキャンペーンなんてものも開催されていますこちらに関しては残念ながら上限が3000ポイントにはなっているんですけれど、まあ、ただでさえ楽天回線と契約することによって1 6000円の割引を受けることができて、まあ、さらにね3000ポイントも追加でもらうことができますんで、まあ、こちらに関してもね絶対エントリーして利用していただけたらなと思いますかなりお得になってますはいそんな感じでね楽天モバイルに関しては事務手数料なしで契約できて最低時が月1078円ですシンプルに1 6000円引きだけでもね1年以上実施図無料になるので楽天モバイルの回線品質も良くなっている部分あると思うで、ん で過去にね楽天モバイル使ってダメだった人もね今回お得にね試せるチャンスじゃないかなと思います、まあ、今回ね紹介した商品のリンクなどは概要欄下に貼っておくので興味があればぜひリンクから楽天モバイル楽天市場店に行って確認してみてください今後もいろんな動画紹介しますんでチャンネル登録いいねコメントよろしくお願いいたします最後まで視聴いただきありがとうございました楽天モバイル大赤字決算だったのにやりますね